はい、みなさん、こんにちは。数学校長の下島雄一郎です。それでは、第二百六十八回三級二次、四角三番、こちらの解説を始めます。えー、なお、この検定はですね、平成二十七年。 四月十九日日曜日に行われた検定でございます。それでは行きましょう。四角三番、これは確率の問題でございます。はい、まあ定番中の定番の大小のサイコロを二個同時に振るということですね。はい、次の問いに答えなさいということです。はい、えー、行きましょう。問題を読みます。これ六七八一気にいきますね。はい、大小二個のサイコロを同時に振るとき、次の問いに答えなさい。括弧六、二個とも一の目が出る確率を求めなさい。括弧七 出る目の数の和が9となる確率を求めなさい。カッコ8 出るる目の数の数和が9以上とととなな確率を求めなさいということですねはいまず、えー、表なんですけれどもこれ大小のサイコロっていうのはまあ 6×6 で36通りなのでそれまあ表で書きますとこういった形になりますよね。でまあ書き方とすればまあ表を使ってもいいですし、まあ、樹形図でやっても、えー、大丈夫かと思うんですけれどもまあ大小のサイコロっていうことでありますと、まあ、教科書ではまあ表でやっております。なので、えー、ちょっと表でですね、えー、紹介していければなと思います。 ましょう。二個とも一の目が出る確率を求めなさい。これはどう考えてもこれしかないですね。全部で三十六個中、一一っていうのはこれしかありませんので、これはもちろん答えは。はい、三十六分の一ですよね。いいですね。はい。はい、これはこれでいいですね。 はい、ではもう続き次いきましょう。括弧七番、出る目の数の和が九となる確率を求めなさい。はい、サイコロの目というのはですね、まあ一から六ですよね。で、九になる場合っていうのはですね、例えばどういう目が出ればいいかというと、まあ二が出てしまいますと七という目はございませんからね。だから二が出てはダメなわけですよ。ということは、じゃあ何が出ればいいかっていうとですね、まあ三六っていう組み合わせか四五っていう組み合わせですよね。それだと九になるわけです。そうすると三六と四五 になるのってどこにあるかというとですね。これ、実はここにあるんですね。これきちんとですね。あの表に表すと、これうまい具合にできているんですね。三六いうのがここにありますね。ちょっと赤でやりましょうか。はい、三六。そうですね。それから四五。それから五四もそうですね。はい。 6, 3まあ、ちょっっとこう階段状になってますよねそうするとこう斜め状になってるこのラインがこの斜めのラインが9になりますので9になるのはこの4つだけです。従いまして全部が36ですから36分の4とそして約分してくださいね。簡単にしないとこれ×になりますので答えは9分の1ですね。はいですからはい、えー、36分の4イコール答えは 九分の一ですね。よろしいですか。九分の一です。はい。さて。えー、では、括弧八番いきましょう。今度は出る目の数の和が九以上です。はい。九以上っていうのは、実は先ほど赤いラインがこれ九の和ですよね。ちょっと青で、境界線をちょっと作ってみたいと思います。さあ、それがどこになるかというとですね。ここ。 はい今境界線作りましたけれどもこれ9になるところですよねそうすると青い境界線の上側ってこれ9より小さくなりますよねということは条件満たすのっていうのはすなわちこの青で囲ったところになるわけですそうするとまあ確かに364554639になるわけですね4655640になりますよね 5, 6, 6, 5, ですよねで6612ですからそうすると36個中9以上になる確率はじゃあどこかっていうと9以上になる場合の数はここの 10, 10, 10個ですから10通りなわけですよね。そうすると確率は36分の10ですから答えは18分の5約分して18分の5ですよね。いいいですかはい、ということですので、えー、36分のはいこの青で囲った10通りです。はい そして約分してくださいそうすると18分の5ですねはいはいこれは答えになってきますよろしいでしょうかはい えそれではもう一回ちょっと振り返っていきましょうはい大小のですねまあ、サイコロですねまあ、同時に振ると大小2個のサイコロを同時に振る、まあ、定番問題ですねはいそうするとまず全体はも,もちろんこれ表で表すと36通りですよねはいまあもちろん大,大の出方が6通り小の出方も6通りということなので 6×6 ということで36通りですはいでは、えー、6番2個とも1の目が出るこれしかありませんねこ,こ,これしかありませんからもちろん36分の1ですねはい 括弧7番、えー、目の和が9になるのはここですね。赤で線を引いたところです。36455463、4つございますから答えは36分の4、すなわち9分の1が答えです。これ36分の4を書くとこれバツになりますので気をつけてください。あのー、これ約束としてあのー、簡単な分数にしてくださいということは注意書きに書いてありますので9分の1で書いてくださいね。 はい括弧8番、えー、目の和が今度9以上ですよねそれはこの青で囲ったところですよね青で囲ったところは間違いなく9以上になります確かにここは9になりますねこのライン赤で引いたところは9のラインそれから465564が10のライン566が1166が12ということなのでこの10個が9以上になりますので36分の10すなわち答えは18分の5ですよねいいですかはいということになります それではですね第268回3級2次資格三番解説を終了いたしますありがとうございました